はい、どうも、原口と申しまーす。いやー、今日ですね、朝岡秀ちゃんからちょっと回ってきました。リレーバトン、リレーをね、ちょっとやらせていただきたいと思います。ちょっとね、遅くなって申し訳ございません。ごめんね、秀ちゃんね。すいません、動画をね、一人でちょっと撮るのは初めてなんですけども、ちょっとね、お聞き苦しい点があったらちょっと本当にすいません。テロップで補う努力をいたします。よろしくお願いします。ちょっと自粛中ということもあってね、まあほぼね、外出の、まあ仕事以外してないんですけど、スーパーとかね。なんで、まあそれでね、見ちゃったのが、鬼滅の刃と。鬼滅の刃を見て、ちょっとね、集中のね、呼吸の集中の仕方がちょっと随所にちょっと出てる可能性があるんですけども、ちょっとそれがね、出てたらちょっとすいません。ちょっと完全に影響を受けております。はい。完全集中するための呼吸が結構ね、1の方から多分まあ4の方ぐらいまで出ちゃってる可能性がありますんで、ちょっとその辺はご容赦ください。すいません。はい。ということでね、まずじゃあ、しゅうちゃんからのお題をね、一つずつこなしていきましょうか。じゃあまずはね、復刻してほしいスニーカーということで、まあまずはですね、復刻して、本当に嬉しかったなーっていう、スニーカーを紹介します。はい、こちらですね、もう復刻してよかったなーっていうスニーカーです。こちら、ジョナイレブンブレッド。これはですね、もう中学校の時私バスケ部だったんですけども、もうその時はね、憧れのスニーカーでございまして、まあ普通にこれみんな、体育館でバスケットする専用で履いてたシューズなんですけども、まあ、当時、まあ OG とかいう概念もなく、まあブルーズカラーということで赤白黒ということでね、出て、まあ NBA もずっとね、人気あってテレビ番組日本であったりとかしてたんですけども、その時からね、先輩の一個でね、古川さんっていう、まあ、補欠の方なんですけども、この方がね、ずっとこれ入ってて、セレブ出た時のブレスからもこれね、ゲットしてて、もうその方めちゃめちゃ靴持ってるんですけど、中でもこのね、イレブンがもうかっこよすぎて、私はね、これもう、憧れのスニーカーでございますよね。だから本当にね、手元にこう何十年ぶりかにあるっていうのはちょっと私は本当にね、嬉しく思っております。はい。まあ私はね、当時何入ってたかっていうと、フィラのグランドヒルのモデル入ってました。誰もフィラ入ってなかったんですけど、その時は。私が復刻してほしいのはですね、エアズームフライト95、96、5ですね。はい。こちらも当時のね、バスケ部の先輩が履いてまして、まあ、やっぱね、めっちゃかっこよかったんですよね。特に96のグレーのグラデーションみたいなやつ。あれがね、まあなんか調べたら、何回かね、復刻されてるらしいんですけども、ちょっとその時私まだ再燃組なんですけども、スニーカーを。その時まだ、気づいてなくてですね、復刻してくれたらね、絶対に欲しいなっていう、まあ、ここ、ゲゲっていうね、96のゲゲってやつと、95のこう丸いポンポンってやつね、こうポンポンと、フォルムが当時にしたらだいぶ先鋭的なデザインというかね。で、いや、ズームファイト5はね、やっぱ大好きなね、NBA プレイヤーのジェイソン・キッドがね、入ってたんで、こう真ん中にこう、ピューンってこう、なんか勾玉みたいにキュッと入ってこう、ここにこうね、こうイボイボがボボボって入ったような、フォルムをこう当時ね、相当センセーションで、結構やっぱみんな履いてましたね。まあスラムダンクも流行ってました影響で、まあコーンズとか、まあそういうスラムダンクの登場人物になぞらえて履くっていうのもやっぱりね、一つの楽しみだったりとかしてね。もう今ではね、こうルカワの5もね、最近出たばかりで、まあね、桜木の6もね、だいぶプレイで高くなっちゃってるんですけども、まあ私はゴリに憧れて、コンズコンバースをね、履いておりました。フィラとコンズを履いてました。ナイキも1個買ったんですけど、1万8000円くらいです。名前が全くわかんないんでね。で、続きまして、よく履くスニーカーということで、まあ、こちらのダンクでございますね。この、ワインレッドはね、私実は大好きで、カラー的には。まあ、あとこちらですね、アンフォース。こちら、まあ、こちらワインレッドなんですけど、これのやっぱ、これがね、エンプロイストアで7000円か6000円で売ってたんですけども、これはね、すぐに買っちゃいましたね。で、まあよくこの2色が入って、まあラーメン屋にね、行って、滑りやすい床にもこうフィットするというか、滑りにくいというかね、適したね、靴
数なんじゃないかなと僕は思っておりますね。このワインレッドやっぱね、こうなんかね、私昔からね好きで、こうなんか玉置浩二がね、あの辺もワインレッド好きそうですけども、まあその辺もね加味した上でこちらの2足をよく履いております。はい。で続いて、プレでもう行っちゃいたいなっていうスニーカーですね。プレでも行っちゃいたいスニーカー、こちらまあシュプリームとね、こうダンクのコラボの2001年ぐらいのやつかな、自分が大学生の時にぐらいに買ったやつなんですけども、まあ、こちらの青白バージョン、あれがねやっぱかっこよすぎてね、あれは当時からねずっと悩んでるんですけども、出た当時は確か PX メガストアとかの辺のあのスキップさんとかありましたかね、当時のあのゲットオンとか、ああいう雑誌にこうペッてね、こう横のところにヒュッて乗ってるような、ああいうところで見た感じだと6万とか7万とか8万で、でも青白はね8万とか9万とか言ってたんですよ。当時ね、こうシュプリームに行ってね、まあ買ったというか、買えたというか、買わされたというかね、まあまあ当時もね、やっぱそういうバイヤーみたいなの結構いまして、大学の友達と恵比寿から原宿まで歩くの結構やったんですけども、KJ っぽい、古谷健二さんっぽい風邸のバイヤーさんっぽいのがいて、君たち暇と。暇ですって、もしよければね、この列並んでもらえれば1時間5000円で現金あげるんだけどどうって、今日これが発売されるからって、これの青白とこれが発売されるから、ちょっとね青白をまず優先的に買ってほしいと、で28からどんどんこうサイズをダウンしてって買ってほしいと、だから28が最優先ということで、ああ分かりましたって、並んでちょっと、まあ、30分40分ぐらいかな、並びまして、でいざじゃあ青白お願いしますと、青白がなかったんですよ、青白なくて、じゃあこちらのじゃあ28ですと、あじゃあ28ないんですよって、27.5 ありますかって、27.5 並びますってことで、この 27.5 をね買ったんですけども、まあ、その他は自分で出して、で店の外出たら、あれっつって、さっきの KJ いねえなってなってですね、あれっつって、でちょっと5分ぐらいね探したんですよ、あれいねえなと思って、でちょっとね魔が差しまして、おいこの靴めちゃめちゃかっこいいし価値あるから、このままちょっとトンズラここでつってそのままシュプリームの横に階段が今なんですかね、こう山手線の方の線路沿いにガーッと降りる階段があって、そこに出してバーッと走って、そのままその線路沿いバババってこう早歩きで持って帰ったっていう一足なんですけども、当時のね KJ さんは今元気にしてらっしゃるんでしょうかね、もしかしたら見ていただいてるんでしょうか、わかんないですけど、こちらも 27.5 なんですけども、 27.5 で履けると思う方ねいらっしゃると思うんですけど、当時私ね今100キロぐらいですけど80キロぐらいしかなかったんですよ。20キロ減の足って言ったら、もう今よりも多分一回りキューッとちっちゃいんで、 27.5 ギリギリいけるっていう、まあ今ねダンクブームでちょっとまたダンクが買いづらい状況になってるんですけどもね、まあダンク好きとしてはね、まあ、たまんない時代になったなっていう感じでねおります。はい。続きまして最後のねこちらお題でございますけども、まあおすすめしたいインラインシューズということで、インラインっていう定義なのかわかんないですけども、まあ、こちらのねやっぱフォンポジット、こちらをねまあおすすめしたいんですけども、まあ、フォームポジットもこれまあ元々バッシュなんですけど、当時まあ96年ぐらいですかね、中学校バスケ部の時に97年ぐらいですかね、まあフォームポジットが最初出たのがペニーのモデルということで、フォームポジットがね真っ青ですから出て、まあ当時もうセンセーションすぎて、もうなんか宇宙飛行船みたいなバッシュなんだこれやつって、同級生がね履いたり先輩が履いてたんですけど、真っ青なやつで硬いですよね、硬いというかちょっとなんていうの、バッシュにあんまりない素材を使ってるというか、当時もうびっくりすぎて、これなんでこれやつって、こちらはまあね結構アウトレットとか落ちたりとかするんで、まあ普通に買えたりもするねシリーズなんですけど、やっぱ履き心地がねやっぱ履いてみたら全然いいと、めちゃめちゃ履き心地いいです。これめっちゃいいですよ、これ。で、もう一つですね、おすすめしたいというか、こちらもアウトレットでよく見るんですけど、まあ、テイルウィンド4ですね。テイルウィンド4。はい。こちらもね、私ちょっと絶賛気になっておりまして、まあ特に迷彩柄と白地に、ワイヤーのところが青っぽいというかグレーっぽいやつ。あれをですね、ぜひね、ゲットしたいなと思うんですけど、このね、ちょっと今、567のね営業でちょっとアウトレット行くのもねちょっとしんどい状況なんで、
まあちょっとね、もしアウトレットに行く機会があって、もしね、落ちたらちょっとゲットしたいなという一足でございまして、はい。以上でございますかね、しゅうちゃん。どうでした、しゅうちゃんね。そして、視聴者の皆様、ちょっと、聞き取りづらかったでしょうか。すいません。まあ参考になるかどうかはちょっとね、わかんないですけど、こういったリレーもね、楽しいなっていうことで、ちょっと、なんか昔を思い出すいいきっかけというか、当時はね、ほんと、ファッションでバッシュを履くっていうのがあんまり、まあ、中学校だったから、わかんないですけども、そんなにね、あの馴染みがないというか、イメージが湧かない時代だったんですけども、大人になってこうバッシュをこう外で履くっていうのはやっぱりね、何も気持ちがいいもんでね、早く外に出歩いてね、いいスニーカー、自分の好きなスニーカーを履いて出歩ける時代にね、早くまた戻ってほしいです。私はもう本当にそれで先です。もうそれだけでございます。はい、すいません、家の中にずっといるもんでね、もうほぼ喋ってないんで口が回らない状況で、まあバトンをね回さなきゃいけないということで、まあ私がバトンをねちょっとやっぱ回したいっていうのは、やっぱ同じ世代のいつもお世話になってるガバリさんにお願いしたいと思います。まあガバリさんもね、もう後ろにこういろんな靴がね控えてるんで、もういろんな靴引っ張り出してきてね、多分面白い紹介になると思うんで、ぜひねガバリさんお願いします。ちょっと以上ね、私のバトンリレーでございました。はい、それでは皆さん、バイチュー。